バイン。はい、ということでね、今日はサンマをね、パリッと焼ける方法をちょっと、まあね、手短に、まあ、3分くらいの動画にしていきたいと思います。まずサンマ、軽く今水洗いしました。で、塩をね、こう20センチ以上上からね、こう振ってちょっとね、濃いめに振ってあげると。なんで20センチ上から振るかっていうと、この均一にね、かけたいから。だからこう、ちょっとね、高めのポジションから振ってあげると。感じでやっていきます。まあ、こんぐらいね、こんぐらい上からこうポジション的に振っていくと。でね、結構ね、塩はね、しっかり振ってください。じゃないとね、パリッといかないからね。あ、ちょっと多いかなぐらい、実はちょうど良かったりします。で、まな板にね、今塩がこぼれてるんで、それはね、後ろにこうくっつけてる、あげてね、ちょっと塩をね、あんまり無駄にせずにやっていきます。高いポジションからやっての、でね、実は大事なのがこのね、ちょっとすり込んであげる感じ。これがね、ないといけません。OK。 前回はね、魚焼き器で焼いたんだけど、今回はね、ガスコンロの、なんていうの、グリルでやっていこうと思います。で、グリルはね、最初ね、上の方の青い光、あれがね、ガスの温度なんだけど、まずはね、中くらいでね、5分、まあ、かなり中を熱くしておきます。これがね、まあ、3分くらいかな。3分くらい温度を上げといて、こう、下準備をしておきます。で、ガスコンロではね、基本、このガスコンロは、なんだ、水がいらないタイプなはずなんだけど、どうしようかな。これ実はね、水があった方がいいのよ。下に、蒸気的に。ということでね、ちょっとだけここにね、水を入れます。この行為がね、いいのか悪いのかわかんないけど、すべて自己責任でやりましょう。あ、なんか、まあね、この水がなんで欲しいかというとね、蒸気がね、美味しくするらしいのよ。ふっくらと、パリッと、ふっくらとジューシーに焼くには蒸気が必要なんだって。ということで、まあ、こんな感じでね、9から今スタートして2分ほど経ちまして、まあね、まずは、ここの中を温めとくと。温めんのだけどさ、これね、今ね、中火で5分くらいやったんだけど、なんかあんまり熱くないのよ。結構ね、やっぱ5分くらい、中強みたいな。中よりちょい強で5分くらいまず温めて、まず中を温かくして焼いていくっていう感じが必要です。でね、もうね、かれこれ5、6分、今ね、強火にして温めてるからいけると思う。ということで、サンマを並べていくんだけど、ここにもね、一つコツがあります。これからサンマを並べるんですけど、ここにも一つコツがあります。この熱この火のライン、わかるかな。こうコンロの火の真下、この火のラインの下に魚を置くみたいな感じにやると、皮目までパリッといきますんで。で、このままで、まあね、サイズにもよるんだけど、7分くらいでね、一回見た方がいいと思うんで、一回7分焼いていきます。でね、火力はね、中火にします。
はい、じゃあね、これでね、今片目7分くらい焼きました。まだだね、もう3分は焼きたいね。ということで、もう3分焼く。はい、あれから3分。お、これ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 、この焼き具合よ、最高にいい感じに焼けてます。これ両面焼きなのかな。あ、俺だ俺だ、やべ、サンマが折れてる、やばい。あ、両面っぽいね、いいねいいね、お、いい感じいい感じ、両方焼けた感じがある。そのグリルによってその両面焼きとかなんかあるからね、一概には言えないんだけど、俺んちのはとりあえずなんか両面いけた感があるので、これで完成にします。はい、完成。はい、もうね、キッチンでね、もう焼きたてをちょっといただきたいと思います。で、ね、サンマの簡単にきれいに食べれる方法も合わせてお伝えします。まず頭のこの頭と身の境目にね、切れ目を入れます。で、背骨に沿って箸をね、てん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 ってこう北斗百裂拳みたいにね、こう分離させてあげます。で、こう上のね、この筋肉、背中の筋肉ついたとこ、こう一番美味しいとこね、うわーさ、おらまさ、うん、はい、これこれいただきたいと思います。いいはー、いただきます。うん、うまい、あんめ、うまっ。まあね、親父のね、鼻の噛む音も入ったぐらいにして、いい感じでいけてます。うん、うん、うまい。まあね、これね、めぐみんがね、やったのね、そのままパクりました、見て。うん、うまっ。やっぱね、焼きたてに限るよね、これ腹、腹の方。いただきます。うん、まあ最強だから。まあ最強これ。うん、ねえ。見て、今サンマがこんな感じで頭は取れて、上の身がほとんど綺麗に食べれました。で、ここまで来たら次、尻尾を持ってこの裏面を置いていきます。で、まあこれをお皿の上の方に避けといて、まあ少しついた身はね、箸でそぐぐらいにして、うん、あ、落ちた、うまうま、あーうめ。まあ、こんな感じでね、サンマ30秒あれば食べれる説です。ということで、残りの1匹はほとんどおかんに食わせます。ごちそうさまでした。バイバイ。